はい、こんにちは、サルウィンでシャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちらババン。女の子と組んで芝居でダンスムーブシャドーバースというわけでいきましょう。現在18週目ですよ。イヤイヤ。さあ来ましたよ、鬼門のニュートラレス。ビショピストさんがね、すごい戦いしましたからね。さあなんとか勝っていきたい。そして1万2000貯めて、このデッキのためにもフィーナちゃんスリーを絶対取るぞ。うん、まあやることはないかな。でもなんだかんだでこの間ドロシーウィッチに勝ったからね。このデッキ粘り勝ちしたからだ。激しい長期戦の末にドロシーウィッチに勝った実績を持つ。うん、よし頑張っていこう。まあ取れるアクションは増えてるし、一応ある程度息切れはしないようになってる。一応エルフナイト紳士や森の平和を守る中、護衛騎士たら私の役目。私は王の剣であり立って、すべてアバガルドのため騎士神社は押してまいります。読み切った。よいしょ、行くぜー。おっと、ネクロ。ネクロか、ネクロはどうだ。パパ、ママ、先行か。だからこれはさっき先行でいいか。何して遊んでくれるの。先行でいいかな、このデッキは。ネクロだろ、グラスちゃんじゃないんじゃないか。これはとりあえずオッケーオッケー、いい、息切れしない、いいよ。ただ2コスが欲しい。まあ言うて2コス少ないからな。よろしくね。進化剣がやっぱでも序盤はあれやねんな。でね、あー軽いタイプや、やばいぞ、ね、ウィスよろしくです。これワンチャングラスティープだったか。やばい、事故った。やべえぞやべえぞ。回復はユニコしかないんだよな、このデッキ。ゴブリン対応さすがにないだろうって話して。おお、これは優秀か。優秀だな。私がお守りいたします。時間稼ぎをしよう。4ターン目じゃない、5ターン目だからフィーナちゃんになるか。ぴょんぴょん跳ねて、かわいいでしょ。耐えた。耐えたぞ。耐えたのはすごく偉い。ここはサイズだな。うん、出していかないと。魔物の相手くらいなら私だって。あ、てかプレイヤーなんでリーダー殴らへん、なんでリーダー殴らないの。ちょっとバカなの、バカなの、バカなの。ついつい処理できないとか言って殴らない癖やめろ。癖でもなんでもないけど、今のはただのプレミだ。いやーひどいな今の。一点重要だからね。てかこの時殴ることしかないんだからさ、勝ち筋が。この一点が後に響いて負けるとか。うわ、本当に軽いな。マジか、マジ軽いやな、マジカルやなって、なんかマジカルやなみたいな感じで。まあどっちみちか。グラスキープしても処理できるカードは少なかったな。まあライフ投げてくるだろうね、そういうデッキだろうな。よし、フィーナちゃんだな。フィーナちゃんか、フィーナちゃんか、これ本当にフィーナちゃんか、これやばいなこれ。これはユニコを押し付けていくゲームだな。ユニコ頑張ります。とりあえずここを取って、もう行ったじゃない。ピカピカ全部もらうゴム、眩しくするゴム。生き残れっかこれ。生き残れないかもしれない。トライ先行取ってこれだもんな。ヒーヒー言ってるよ。せやまあ2ターン目アクション取ってないしな。ブブブブブ、死の方を動かすな。まあそれはまだいいわ。これでリーパーとかいたらめんどくさかったね。実際相手が息切れしてくれるまでなんとか耐えきればチャンスはあるかな。あーオッケー、釣れた釣れたのでかい。ルナと遊ぼう。5点6点か。さてここだよね、頑張って頑張っていこう。とはいえだよな、大してアクション取れねえのがすごく残念。結局何ができるのって話だよな。ここ進化しちゃったら結局2本は減らせるけど、それでって話なんだよね。さーて5と残り5点で相手進化権残ってる。割と詰みに近い雰囲気が漂ってきたね。ユニコ置いて。辛いぞこれ。頑張ります。この死後が
って話になるか。ここはでもユニコの方がいいか。ルナと遊ぼう。ユニコだってやればできるんです。ここを結局倒しても2で変わらないんだよな。またごめんなさい。あ、でもこれダメか、ダメか、ダメなのか。結局1体出てくる。進化で相手が除去を持ってなければ一応生き残るのか。で、進化を入れても4点、4点じゃねえや、4点か3、4点見せてあげる。ドワンドかな、終わるか。まあ、まあ相手がゴースト出すカードとかがあれば終わるよな。ああ、なるほど。すごいすごい。負けちゃったけど楽しかった。お疲れ様でした。厳しいですね。はい。